皆さん、こんにちは。ちはるんへようこそ。新山ちはるです。今日はですね、ユニクロの、白 T を使って、私なりのコーディネートを紹介したいと思ってます。襟ぐりは、そんなに相手はね、ないんですよ。だけど、このリブの部分が、しっかりとしてるので、ちょっとカジュアルにもなるんだけども、パンツを、綺麗めのものを合わせるだけで、トレンド感がちょっと演出できたりするので、すっごい使えます。1枚あると。XL のちょっとだけゆとりがある白 T を選んだんですけど、もう一つが、メンズのちょっと大きめですね。ダボっとゆるっとした T シャツで皆さんに見てほしいと思います。ベージュのちょっとロング丈のこう羽織は、これはね GU で買ったんですよ。綺麗めな雰囲気になるんですけど、気になる腰回りとかウエスト、あとお尻の大きさを全部こう隠して包んでくれるので気に入ってます。パンツはユニクロのスーパーストレッチパンツのスキニータイプ。こういうハードなものを一個ガンって入れてあげると、ファストファッションなんだけども、足元はルブタンとか、ちょっとね、おしゃれがまた面白くなったり、すべてがあの人高いの着てるんじゃないのっていう効果を生み出してくれるものにもなったりするので、狙ってみました。今日は白 T なので、すごいこうシンプルなんだけども、ライダースのこのベストタイプのちょっとロング丈 で手元にはちょっとハードな、スタッツのようなブレスレットを、つけてます。パンツはこれはね、アレキサンダーワンっていうブランドの、私がすごい好きなブランドなんだけど、そこの、スキニーパンツ。今日はこの白のローカットに、しました。っていうのは全部が全部こうすごくこうロックロックって着てるので、足し算足し算足し算ってきたところにちょっと引き算でシンプルなものを合わせてます。ライダースって男性受け悪いじゃんとか、女性でもなんか抵抗があるわっていう人がいるかもしれないんですけど、ぜひ試してもらいたくて、意外に使えて、ライダースのこうジャケットでもいいんですけど、下は花柄のロングのスカートとかでもいいし、めちゃくちゃ甘めにしても上がライダースだとすごいこなれるっていう、やってみると普段のファッション変わるかもしれなくて。ポイントがあって、ただ綺麗に着ちゃうとダボっと見えちゃうの。こういう袖のところをちょっとこうくしゃくしゃっと折り曲げることによって、細く見せたいなって思うところがより強調されて、ダボっとした中から腕が出てると細く見えたりするんですよ。そういう細見え効果も狙ってメンズの T シャツを使ったりとかよくしてます。これはザラの、ロング丈のスカートなんですが、ちょっとアンティークの花柄なので、甘すぎずに可愛い子ちゃんになりすぎないイメージで使いやすくて、よくこれを履いてます。幼児山本のブーツなんですけども、ちょっとハードなゴツめのものをフェミニンな下にゴンと合わせて、ちょっと重厚感が出るっていうか、3、40代になっても攻めたいなと思ってたファッションなので、ここで私はブーツ合わせてます。これも、メンズの T シャツなんですけど、袖の部分はラフに折り曲げる。で、GU の、590円で買ったパールをぶら下げて、ファッションの面白さが足されるなって私は思ってて、パンツはカーゴパンツなんだけども、結構こう、ニッカポッカ的ななんかこう、膨らむやつ、ダボーっとしてる。足元はヒールが高いので、綺麗に足を見せることができます。シャツを私今日こうやって結んでるんだけども、最近は
上は肩から、肩の上から置くんだけど、反対の方は下で、下からシャツをこう持ってきて、タスキっていうのかな、ラフな感じを演出できるし、おすすめのコーデです。はい、皆さん今日もお付き合いいただきまして、最後まで見てくださってありがとうございます。ぜひチャンネル登録と、そしてグッドボタンの方よろしくお願いします。あとインスタもやってるので、概要欄からよかったらチェックしてみてください。今日もありがとうございました。